タンダ山脈は、チベット高原の中央部を西北西より、東南東の方向へ縦断している山脈の一つ。チベット語、ダングは、高原、ラは、峠を意味する。中国語名は、東高ラ山脈。日本では中国語からの孫引きで、タングラ山脈と呼ぶこともある。 海抜約5500約6000メートル。最高峰のゴラタントン山が海抜6621メートル。タンラ3が海抜6099メートル。周囲の高原は海抜約4600約4800メートル。接戦高度は約5400約5500メートル。山脈の主砲のゴラタントン山からは長江の源流の戦わが 山脈東部からはもう一つの源流である当局がそれぞれ北の青海省方面へ流れ合流して通天河となり東へ流れていく。また山脈の南へは乱層港及び土港の上流が発してチベット自治区を東へ流れている。なお、標高世界一の鉄道駅である海抜5068.63メートルの製造鉄道のタングラ駅及び 鉄道の世界最高地点である海抜5072メートルの丹羅峠を要する。1720年代の半ばに行われた妖精のチベット分割の際、チベットと青海の境界とされ、中華人民共和国の現行の行政区画においても、チベット自治区と青海省の境界となっている。ありがとうございます。